ここでは、茶中のフェノール性化合物について述べる。緑茶中の大部分を占めるポリフェノールはカテキンである。天然フェノール類やポリフェノール類は、自然界の多くの植物に含まれている。フラボノイドと呼ばれる天然フラボノイドは、健康に良い影響が期待されているため、最も有名である。お茶は、日常の食品や飲料製品の中で、 最も高いフラボノイド顔料を示すものうちの一つである。成長した茶葉中のフラボノイドの大部分を占めているのはカテキンと呼ばれるフラボノイドのグループであり、これらの大部分が残ったまま製品になる。も食資産エピガロカテキン、別名 EGCG は健康への貢献度の高さについて最も研究されたカテキンである。これは 緑茶中の実に50から70%を占める。これらのカテキン類のほとんどは、紅茶への発酵過程で酸化され、テアフラビン類になる。結果的に、約58%のフラボノイドの使用して、6%の顔料のテアフラビンが生成される。お茶の他のフラボノイドには、はるかに低い顔料で、ケンフェロール、ミリセチン、ケルセチン、およびアピゲニンと、 ルテオリンが微量に含まれている。USDA の報告によれば、2 0 0トルのお茶に、フラボノイドの平均含量は2 6 6 6 8ラム2 3 3 1 2ラムである。ありがとうございます。